Oh my! Oh my gotcha! はい、皆さん、こんにちは。ハッシュタグ、お前らがもう忘れたもの候補、1のサイドでございます。決まりました。決まりました。さあ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 、発送延期になっていたもの第3弾。はい、オープン！相変わらず白い紙に包まれております。よいしょ。これは入るかな？大丈夫かな？よいしょ。よいしょと、よいしょ、あ、これだったら、はい、あ、ぶるぶるぶる。あ、今回の輸送箱にはちゃんと、私が収納可能だね。あ、中は結構スペースがあって、あ、これはリラックスできるわ。安心して眠れるわ、これ。あ、よかったよかったよかった。はい、するするする。ドーン、来たぞ、おい。さあ、今回紹介するのは、エクジアでございます。コンプリートセレクションモディフィケーション、ゲネシスドライバー。はい、対象年齢15歳以上。オッケーオッケー。さあ、当初こちら、3月発送だったんですけども、1ヶ月延期になって4月発送になりました。まあ、これ延期になっていたら、ファイズエッジ、サイガドライバー、で、ゲネシスドライバー、もう大渋滞ですよ。あの時よりももっとぶっ壊れてたんじゃないかな？はい、パッケージの前面には仮面ライダー残月神。メロンエナジーアームズ。はい、箱の表面には果汁のしぶきみたいなものが特殊加工で施されている。これ全部私の唾じゃないよね。大丈夫だよね。そして箱の裏側。はい、裏側には3人のライダー、デューク、シグルド、マリカ。あー、いいね。で、箱の上には、残月、デューク、マリカにシグルドのライダースクエスト。さあ、それではこちらを開けていく前に。ふぁー、うなみんせいガッチャンコオルナミハヤトーハヤトーハヤトーガチャー元気熱々ですよ。さあ、開けてきましょう。このゲネシスドライバーは発送延期になってはいたけども、ロックシードエナジーロックシードのみのセットはなんか普通に発送されてたみたいだね。なんで？はい、イデオゲネシスドライバー。はい、まずは説明書。おーっと、まずは説明書。はい、裏にはユグドラシルコーポレーションのマーク。相変わらずセリフ音声がやばい。もうびっしりよ。あと、このようなお願い。エナジーロックシード変身ベルトに取り付ける際のお願い。はい、セット内容はゲネシスドライバー本体、ベルト帯、ベルト止め、1、2、3、4、5、5つのエナジーロックシード。あ、そうだそうだそうだ、そうだ、これこれ。今回の目玉と言っていい、キルプロセス起動装置。はい、今回ちゃんとデラックス版のこのエナジーロックシードも用意。こう見た目の変わりどう違うのかも見ていきたいと思います。さあ、まずは、ベルト止め。ちゃんと見てなかったんだけど、こういう形にしてたんだ。はい、そしてベルト帯。ここの部分がメタリックレッドになっていて非常に綺麗。はい、今回の目玉。ああ。はい、こちら、キルプロセス起動装置。まさかこれを商品化するとは思わなかった。ドライバー本体ですよ。ズーン！ゲネシスコアが外れた状態で入ってる。もうつけちゃいましょう。形に合わせて。おー！いや、色綺麗だわ。そしてですよ。こちらデラックス版。このレバーの音問題。非常にうるさかったんだけども、ちょっともうやっていいですか？もうやっていいですか？押し込む。押した感じ結構軽い。いきますよ。おめでとうございます。いやー、頑張りましたね、バンダイさん。いやー、よく頑張ったよ。おー、ぬるっと戻っていく。これだけでもポイント高いですよ。はい、これだけでも感動したということで、こちらゲネシスドライバーとエナジーロックシード詳しく見ていきましょう。さあ、それではゲネシスドライバー本体見ていきましょう。とりあえず箱に入ってた状態で、別名絞り機。戦国ドライバーではカット、ソイヤして変身だったんだけど、こちらはギュッと絞って変身。で、絞った液体がこのストローから流れて注ぎ込まれる。これ考えた人天才だろ。あ、現実世界の方ね。まあ、デラックス版持ってる人はわかると思うけど、まあ、素晴らしく塗装が向上している。まあ、比較は後でやるけど。前面にはメタリックレッドの塗装、なかなか綺麗。ただ真ん中のこのゲネシスコアをセットするところは正規色。さすがにここは干渉しちゃうからね。ただ認識ピンのここの部分、ここに関してはセットしても見えるところなんで、ここだけは塗装になってる。左右には2つのグリップ、左のグリップだけが稼働する、右は稼働しない。うわ、
いやーいいね。戻る音が非常に源。静か。グリップ部分にはシルバーにレッドのライン。で、この横のゴツゴツしたところがクリアパーツ。で、奥には無数の線が入っていて、艶消しのブラック。で、下の方には先ほど言ったようにコップがついている。こう見るとなかなか高級感のあるコップ。周りにはシルバーのライン。で、今回このゲネシスドライバーの売り。このコップの中になんと LED が100個入ってる。恐ろしいね。高い理由は全てここにある。劇中通りのアニメーションになるんだろうか。で、コップの横には透明のパイプ。ここもなんか LED の発光で、いい感じの再現ができるみたい。はい、では下に行くと、ちょっとわかりにくいけど、2箇所のボタン。右側が BGM ボタンで、左側が効果音ボタン。そして上の方。上の方にも2箇所。パイプっていうか、まあ、ストローか。特にこっちに関しては。ストローの部分も、デラックス版これ肉抜きしてたんだ。だいぶ変わった。で、左のストローの下にはスピーカー。で、反対側には、スピーカーと同じ造形をしてるんだけど、こっちはボタン。このボタンはセリフボタン。右側のこのストローの部分は、赤外線受信部分になってる。これはキルプロセス起動装置との連動に使うやつ。そして裏側。はい、裏側には電池ボックスと電源スイッチ。まさかのネジ式。で、今回使う電池は単三3本。3本、イビオン本ですよ。そして、ゲネシスコア。戦国ドライバーについてきたやつ同様、ここのシルバーの部分がダイキャスト。で、裏がこんな感じで、この中の部分が以前ツヤありだったんだけど、今回はツヤ消しになってる。はい、では形に合わせて、ガッチャンコと。おっと、令和が入ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。で、ゲネシスコアを外すときは、この上の、このシルバーのボタン。これを押しながら引っ張ると、外れる。まあ、これはデラックス版と同様。これでゲネシスドライバーの完成。さあ、デラックス版と並べてみました。はい、こうやって見ると、やっぱ塗装面が半端ないね。グリップ部分とかも全然質感が違う。はい、コップの色とかも違うし、この中の部分が見えなくなってるね。このデラックス版のこの中身。これ絞ると、中の部分がこれ加工して、レバーを離すと、上がっていく。この波の部分はこれ液体を表現してるわけですよ。それは今回 LED で再現。いや、10年の進化はすごいよ。まあ、私も YouTube やって10年なんだけど、全く変わらず。はい、さりげなくベルトを見つけてますけど、まずはドライバー単体の音声。はい、電源スイッチオン。ゲネシスドライバー。うわ、音やば。はい、電源を入れるとゲネシスドライバーとなって起動。まずこのロックシートついていない状態。左下の効果音ボタンを倒し。ドライバーの取り出し音が2種類。で、長押しすると。ドライバーの装着音。で、ロックシートがついている状態もあるんだけど、それはまた後で。はい、お次は今回ついてきたエナジーロックシードの皆さん。全部で5個。まずはメロンエナジーロックシード。これに関してはデラックス版と並べてみよう。あー、だいぶ色が違うね。このメロンのこの皮の部分。CSM の方が色がちょっと濃くなってますね。はい、パカッと展開するとこんな感じ。あ、中も構造が違うんだね。デラックス版はこの切った断面のところに、これ留め具みたいのがあって、これをカチッってやると止まる。ここの部分が今回 CSM にはない。じゃあこの留め具は一体どこに行ったかっていうと、この縁の部分だね。こことここ、この2箇所。閉じると、カチッと、ここで引っかかると。クリアパーツ色の濃さも違うし、この肉抜きがなくなってるね。そして同じエナジーロックシードと共通するところは、後ろのこのクリアパーツ。ラメが入っていたのが今回はなくなってます。そして下の部分。電源スイッチがなくなってる。そう、CSM は電源スイッチがないんですよね。で、下の方にはここにボタンがあって、変身後にこのボタンを押すと、変身解除音が鳴る。で、そしてもう一つ。このボタンを押しながらベルトにセットすると、最初から変身後の状態になって、ベルトを操作すると変身音を飛ばして必殺技音が鳴ると。はい、では絶縁シートを封入。はい、絶縁シートを抜くと起動音。はい、では単体音声聞いていきましょう。まずこの後ろのこのオレンジのボタン。これを押すと、高虎兄さんの声で変身。で、もう一回鳴らすと、悪い感じの水ザネの変身。まず最初は厳選モード。解除ボタンを押すと、メロンエナジー。ロックシードの名前とクラックの開く音。で、二回目。メロンエナジー。はい、ロックシードの名前とクラックが開いて、アームズが浮かぶ音。で、3回目は、メロンエナジー。ロックシードの名前と投げる音。で、お次はヘルヘムモード。背面のボタンを長押し。で、ボタンを押すと、メロンエナジー。
はい、ロックシードの名前と、ヘルヘム内でのアームズ生成音。さあ次はレモンエナジーロックシード。はい、デラックス版と比べるとこんな感じ。こちらも顔の部分の色の濃さとメタリック感がなくなったって感じ。ちょっとだけ光沢感が出てる。はい、開くとこんな感じ。こちらも留め具がなくなって、断面のこの縁の部分、このブラックのラインの太さが変わってる。この顔の部分のこの縁の黒いところ、ここが透けずに見えなくなってる。ネジの色も違う。で、下のネジはなくなってる。はい、ふんにゅ。背面のボタンを押すと、変身。1回目が戦国龍馬の変身。で、2回目が、変身。雲海との変身。まず厳選モード。はい、こちらもメロンと同じロックシードの名前と、クラックが開く音。で、2回目。はい、アームズが浮かぶ音が追加。ヘルヘムモード。レモンエナジー。はい、アームズ生成音。はい、お次はピーチエナジーロックシードデラックス版と比較。さあこちらいかがでしょうか。若干ではあるけど、色の濃さがちょっとだけ濃くなってる。で、真横から見ると、ここはクリアパーツからガンメタに変わってる。はい、展開すると目立ちすぎる留め具がなくなってる。断面の絵柄もちょっとくっきりしてるね。はい、ふにゅ。変身。港陽子で変身。で、2回目。で、ヘルヘムモード。さあ続いては毎度おなじみセリフ遊び。セリフボタンを単押しすると、おなじみの皆さんのセリフが流れる。で、長押しするとキャラクターの切り替え音。で、セリフボタンと BGM ボタンを同時押しすると、各モードでの書き換えセリフが鳴る。まずこの電源を入れた状態だと高虎兄さんのセリフ、全部で61種類。うぅ、すっごくかいつまでいきます。大したものだ。これがエナジーロックシードの性能か。遊びの時間は終わりだ。そろそろ悪ガキどもには現実と向き合ってもらおう。無駄なあがきをとどめだ。次はお前たちだ。おい、吐き出せ。手遅れか。今だ。撃て、三つ目。俺に構うな。お前はためらわずに攻撃しろ。撃て、三つ目。俺は死んでよ。俺たちが人類を救うんだ。撃て。で、最後が、お前の負けだ、カズラバ。付き合え。別れを惜しむぐらいの時間はあるだろう。で、掛け合いセリフは全部で8種類。お前の才能が最後の希望だ。俺はそれにかけている。危険は承知の上だ。そこまで身を捧げて世界を救うなら、世界もまた君に捧げられていいはずだ。はい、お次は戦国龍馬モード。全部で47種類。うわぁ。冗談はよしてくれ。三流の分際で。なぜ君が私の発明を知ってるのかわからないが、こっちが本物だ。性能の違いを思い知らせてあげよう。相変わらず野蛮だなぁ。変身。そして一番聞きたい36番目。全世界のクラックが開いたのは、オーバーロードが原因で、それは人類からミサイル攻撃を受けたせいだから、つまり、ユグドラシルタワーが陥落したせ、全部私のせいだ。ミナト君、全部私のせいだ。いただきました、出た。家系が全部で9種類。僕は君のためのドライバーを作ってるんだぞ。ああ、俺が人類を救うための、俺の夢を託したドライバーだ。はい、お次は港陽子モード。全部で42種類。いいえ、これから始まるのよ。変身。君も戦うのよ。かつての友人を撃つことで、その身の証を立てなさい。ユグドラシルへの忠誠を。本当にやるのね。
カイトは新しい世界の王となるのよ。分かった上で、私はカイトについていくと決めたわ。カイト！そうね。無念だわ。ねえ、もし私が知恵の実を掴んでいたら、あなたは私を求めてくれた。本当。不器用な人。で、掛け合いが全部で6種類。ようやくわかったわ。プロフェッサーがあなたを見出した理由が。君ならそう答えると思ってたよ。期待通りだ。クモン・カイト君、改めて歓迎しよう。我らが同志よ。これからは我々と共に野望の道を歩もうじゃないか。さあ、ゲネシスドライバーをつけたということで、こっからは変身と必殺技遊び。まずはメロンエナジーロックシードを使って仮面ライダー残月シーンメロンエナジーアームズに変身。なんだこりゃ、眩しすぎるだろ。やば、さすが LED100 個で、これでレバーを操作して変身。うーわー、見ましたかこれ、このコップの中のアニメーション。ちょっと暗くするか。あとそうだ、このドライバーにセットする前に、これロックシードのこの背面のボタン、これを押して変身って鳴らした後にセットして変身すると、あの必殺技の時にあの高虎兄さんの掛け声が入る。ちょっともうちょっと暗くして、このストローとコップに注目。やばくねえかこれ。このストローから流れるアニメーションに、このコップの下からこうブワーっと注ぎ込まれるアニメーション、これすっげえな。そうか、メロンエナジースカーシュ。いや、熱すぎるだろ高戸田兄さん。で、レバー操作2回で。そうか、メロンエナジースパーキング。今このロックシードが装着した状態で、この右下の交換ボタンを押す。私だ。はい、今これドライバー自体が高虎モードになっているので、高虎兄さんのセリフが鳴る。全部で4種類。この中に大変素晴らしいセリフが入ってるわけですよ。地下帝国バダン。ミツアネ。疲れているようだな。はい、次ですよ、次。何？巨大なロボがでっかい怪物と戦っている？そんなバカな話があるか。仕事に戻れ。みんな、疲れているのか。出ました。出ましたよ。春の合体スペシャル。我々ユグドラシルは、サッカーで世界を制するのだ。あ、これは伝説のエキストラ、一ノ瀬隼人が出演していた夏の劇場版のセリフだね。お次はこちら、リュークのレモンエナジーアームズに変身。はい、戦国龍馬モードにして。レモンエナジー。変身。出ました。この変身はかっこいいよね。はい、さっきのメロンエナジーアームズの方は、オレンジだったんだけど、今回はイエローに発光。で、必殺技。そうレモンエナジースカッシュ。そうレモンエナジースパーキング。
で、ロックシードがついた状態で交換ボタンを押す。はい、これが能力分析音。二つ目。今のが透明化音。で、最後三つ目。透明化解除音。さあ、お次はマリカのピーチエナジーアームズ。ドライバーの方をみんなと先生モードに、あ、ただいま令和が入ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。みなとさんね、みなとようこ。いや、なんか久々に聞いたな、これ。もうちょっと暗くしてみるか？あ、こうすればよかったか。はい、コップの色はこんな感じ。ピンクに発光。さすがに暗すぎか。ピーチエナジースカーシュ！ピーチエナジースパーキング！さあ、続いては毎回おなじみ BGM 遊び。全部で10曲。ああ、ただいま令和が入ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。もう一度 BGM ボタンを押すと曲が止まる。さあ、出ました。バンダイさんの真骨頂と言ってもいいでしょう。ゲネシスドライバーをぶっ壊す装置。